ストモは、インドネシアの政治家、軍人。インドネシア独立戦争の指導者の一人で、スラバヤの戦いのインドネシア国軍指揮官。ブントモの通称でも知られている。1920年に、スラバヤで暮らす、中産家庭カルタワン地当時女よの息子として生まれる。父は、公務員として、政府の税務所で働いており、ジャワ戦争の英雄ディポヌゴロの末裔を自称していた。 母は歌手をしており、それ以前はサレカットイスラムのメンバーだった。太平洋戦争が勃発して、オランダ領東、インドが日本軍に占領されるまではオランダ式の教育を受けていた。また、インドネシアスカウト運動にも参加し、17歳でスカウトの自席ランクに選ばれた。このランクは、日本軍の占領以前は、ストモを含めて3人のみにしか与えられなかった。 ストモはスカウト運動を通し、民族主義意識を形成していった。占領期間中は同盟通信社スラバヤ支社に勤務し、青年向けに統一と闘争を呼びかける、ラジオペンバロンタカンを設立して知名度を上げた。また、複数の政治グループにも参加していたため、1944年に日本軍が講演する新人民運動のメンバーに、 選ばれた際には一目置かれる存在となっていた。インドネシア独立戦争が勃発すると、ストモはスラバヤでイギリス軍との戦闘の指揮を取った。戦闘自体はイギリス軍の勝利に終わったが、戦闘はインドネシア独立を国際社会に訴える契機となった。戦争中、ストモはラジオ放送を通じて数千人のインドネシア人に独立支持を訴えると同時に、 ヨーロッパ人との根血人種の迫害を先導し、民衆による数百人規模の虐殺行為を指揮、監督した。イギリス軍兵士たちよ、インドネシアの若者である大牛たちが赤と白のインドネシア国旗を作れる赤い血を持つ限り、我々は決して降伏しない。とも、兵士、特にインドネシアの若者は戦い続ける。我々が愛するインドネシアの大地から、 植民地主義者を追い出すために、我々は長きにわたり搾取され、踏みにじられ、苦しめられてきた。今こそ、独立を勝ち取る時だ。自由かしか、アラーフアクバル、アラーフアクバル、アラーフアクバル、自由を。1945年11月9日、うんとも独立戦争の終結後、ストモと、インドネシア大統領、スカルノの関係は、急激に悪化し、 1950年代は礼遇されていた。関係悪化の原因は、ストモがスカルノの個人的な問題について尋ねたためと言われている。1947年6月9日には、東ジャワ州マランでスリスティナと結婚し、5人の子供を設けている。ブルハヌディン・ハラハップ内閣では、暫定社会大臣を務めた。 1965年に9月30日事件が発生すると、ストモはサハヨリノスカルノを排除するためスハルトを指示、したがやがて彼の独裁体制に反発するようになった。1978年4月11日、スハルト政権の腐敗と権力乱用を批判したため逮捕される。1年後に釈放され、その後もスハルト政権への批判を続けたが、 政治面で活躍する機会は与えられなかった。1981年に恥となるため巡礼に訪れていたサウジアラビアメッカで死去した。遺体は家族や友人によりインドネシアに移送された。ストモの独立戦争での功績を考慮すればカリバタへ遊墓地に埋葬されるのが妥当だったが、彼は生前から私は国家の危機の際に を守る勇気を持てなかったとして、英雄墓地への埋葬を拒否していたため、スラバヤのヌガエルにある公共墓地に埋葬されている。2007年11月9日にゴルカルとインドネシア。青年運動からともにインドネシア国家英雄の称号を付与する提案が出され、2008年11月10日の英雄の日に合わせて、国家英雄の称号が授与された。ありがとうございます。